私は、東京でラ・ロッシェルというレストランをやっております、酒井です。今回はオーストラリアビーフの、2018年と大きなイベントのために招待されて参加しました。僕はフランス料理をやってるんで、オーストラリアのこう赤身の肉の方が、料理にはフランス料理には非常に適しているから、店でも使ってます。オーストラリアの肉は、3ヶ月ぐらいこう熟成させるエイジングをかけた肉をほとんど使ってるんですけども、そうすることによってこう肉の風味とか香りも出るし、やっぱり十分こう熟成させた肉を使うことがオーストラリア牛の僕は特徴だと。昨日のランチはローストビーフの赤ワインにつけて、それをローストしたものをこうオードブルで出したのと、さっきのデモンストレーションはオーストラリアの牛のバラ肉をそのシチューに仕立てることによって、脂身と赤肉のバランスが非常にいいから、美味しかったと思います。オーストラリアのビーフは世界中の中で多分ナンバーワンだと思います。